アイスホッケーアジアリングの HC 栃木日光アイスバックスは今日、レッドイーグルス北海道とのホーム開幕戦に臨みました。今シーズンのホーム開幕戦、この日を待ちわびたファンが詰めかけ、会場をオレンジ色に染めました。開幕戦なんですごく盛り上がってます。日光出身の大津選手が加入してくれてるんで、今日はゴールを期待してます。バックス頑張れ。バックスは先週韓国で行われた開幕戦の2試合目で、昨シーズンの王者 HL アニャンにペナルティショットシュートアウトの末勝ち星を挙げ勢いに乗っています。試合が動いたのは第2ピリオド5分でした。ゴールの裏側からのパスに的確に反応したディフェンスの佐々木が先制点を挙げました。相手に1点取られ同点で迎えた第2ピリオド10分、ゴール前での攻防を制し、フォワードの磯貝が鋭いシュートで追加点を挙げ逆転しました。このあと最終の第3ピリオドで追いつかれ、延長戦でも決着がつかず、2試合連続のペナルティショットシュートアウトの末、ホーム開幕戦を勝利で飾りました。バックスは明日も日光霧降アイスアリーナでレッドイーグルス北海道と対戦します。